やっぱ世界の果てまで学歴を聞きたいのよ。それがちゃんと今聞けてない現状にあると、うん、我々の英語力のせいで。やっぱり、はい、やめろお前じゃないか。おやめろお前。エデュケーション。ハロー、ビーガム。I'm Hubie。We are Wonder TV。Stop it。で始まりました。チェチェンです。さあ、今回はですね、外ロケで、おい、珍しいですね。今回はですね、外ロケでお二人においでいただきました。ボンビアです。フーミンです。わかって TV です。はい、まあ今回ね、はい、あの、うかって TV の夏合宿に森田先生来てもらいましたけども、はい、まあ、その合間で、うん、ちょっとね、森田さんはどうしても撮りたいということで。はい。いや、お願いしてみたら、いいだろ、それぐらい。ね、もうちょっと川口湖が背景つけて、そうそうね、逆ですよ、逆のそうね、そう、ちょっと三脚の関係で、はい、なんだこの背景は、いや本当っすよ、もう後で映し傘が小さくね。そうね、今回はですね、はい、分かって TV 最近、はい、ちょっと外ちょっと水上スキーがすごい、水上駅の乗り物やで、やめようお前、分かって TV 最近どうも結構外国の方とかもインタビューで出てたりするんですけど、はい、その時にちゃんとインタビューできてんのかっていう。ああ、そうなんです。それはちょっと僕らも心配ではあるのよ。はい。やっぱ海外の大学の人もちゃんと学歴聞きたいし、はい、ただ世界の大学全部は抑えてないと、うんうん。じゃあその大学って一体その国だとどのぐらいのレベルなのかも知りたいし、はい、はいはい。やっぱ世界の果てまで学歴を聞きたいのよ。おー、イッテ Q みたいな。ほんまに。それがちゃんと今聞けてない現状にあると。うん、我々の英語力のせいで。学校でも習わないからね。うん、ね、受験でも出ないから。うん。あなたの学歴教えてくださいなんて出ないもんね。出ないね。そう。に。毎年はそういう言葉も知ってるんですか？学歴を聞く表現っていうのは、はい、それらをね、ちょっとやっぱりね、ツイッターとかでね、はい、I am 京都ユニバーシティがめちゃめちゃ回ってくるんで、いやいや、まあね、まあちょっとあの、まあ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 、多分テンパってますよね、きっとね、まあまあ間違いではないです、もう間違いない、大学だ、僕イコール京都大学です、あ、そうなのね、間違いではないです、第二文系、むしろ希望だったのね、もうね、なんでちょっとね、どういう表現言ったらいいのかっていうのを、はい、いろいろやっていこうと思って、で今、はいはい、一番、うん、素晴らしい翻訳と言われてるのが、はい、ディープルっていうんですね、そういうやつなんですけども、まあ、確かに一般の受験生よりは上のレベルまで来てる、すごい、まあ、ちょっとやっぱり難しい構文のものになるとまだちょっと、はいはい、このディープルでも訳せないかなっていう感じですけど、はい、ちょっとでそのディープルさんと、はい、そしていろんなところに聞いてきました、はい、あ、なるほど、はい、なんでモリテルさんは、モリテルさんなんだよそれディープルじゃねえ、ね、ディープルさんでも確かにすごいです、うん、AI じゃないからすごいんですけど、愛はあるんですけどね、はい、愛はあるんですね、はい、結構すごいのもあったんですけど、はい、ちょっとやっぱもう全然ずれちゃってるのがあるので、ちょっとね今回はちょっと分かってが使えそうなフレーズを、はい、英語でなんていうのっていうのです、ね、はいはいはい、やっていきたいかな、これ使える英語ですね、これまさに、はい、今日覚えちゃえばもう明日からそこで聞けるというですね、そうですね、だからみんなもこれ聞いて外国人だけに聞いてくださいってことですね、あ、そういうことは、はい、いいわ、役立つわ、ね、これはいいと思うので、使うかお前もいや乗りつぼみだいぶ乗ったね、乗ったよ、長いな、長いな、はい、やっぱり、まあ、やっぱり、ビーアマさんといえば、はい、セリフあるじゃないですか、有名な。はい、I can do it. いやいや、そんなのねえよ。違う、違う、誰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 だっけ、大浜、大浜や、大浜や。誰や思ったら大浜やないか。Yes, we can. Yes, we can. 全然違う。I can do it なんか言ってないから。やっぱり、やめろお前じゃないですか。おう、やめろお前。はい。これ、なんて言ったらいいか。英語で。ツッコミも文化ないんでね。いきます。お、はい。パック強いな、やめろお前だいぶ強いな、ダメです、いきなり放送禁止、放送禁止、放送禁止、これ使えないですか、他の国で流せないですけど、流せないです、やめましょう、じゃあ、ね、でやっぱりやめろってなんて言うの、あスタッて、お、そうそうそう、すごかったですね、こういう感じで、あスタッペットとかですね、あスタッペット、おお、ちょっとね、まあ難しい表現、カレラアウトとかカットイットアウトですね、カットイットアウト、カレラアウト、カレラアウト、カレラアウト、カットイットアウト、カレラアウト、なんでそこで切るっていうのがなんでやめろお前になるの、あ、こうカットアウトでこれやめる、ああそういうの、はい、へえ、カットイットアウト、ああ、カットアウトね、そう、あとはStop saying that とか saying it言うのをやめろ、ああ、Stop saying it、 saying ing、saying、 あ、stop saying、 ストップの後ろは ing、 そう、覚えてください、なるほどね、はいはい、stop saying that とかっていうので、はい、やったりすることもありますし、で、お前の部分入れなきゃいけない、ああ、そうですね、はいはいはい、お前、なんていうかですね、カディお前
お前はバンコク共通だな。まあ、お前はもうお前でいいでしょ。アウト聞いちゃったけどね。あ、それな。まあだから、まあ、You をつけて、はい、まあ、You、イディオットとかね。ああ、イディオット。イディオット。ちょっとバカなやつ。ああ。え、ちょっと、え、京都大学の僕にイディオットって言うの？そうそう。ちょっとびっくりした、びっくりした、びっくりした。なんでやめろ、やめろ、やめろ。バカでしょ。ああ、やっぱそこはダメと。バカタレではないと。バカタレではないっすね。え、じゃあ、ストップイって、You。You idiot。Stop it, you idiot。You doing idiot。イディオットって言うと、ちょっとバカな意味が入っちゃうんで、はいはいはい、ちょっとやっぱ京都大学には失礼。あ、失礼ですか？じゃあ、高卒ですよ、こいつ。確かに。じゃあ、性格の悪い男とかによく使う。はいはいはい。ジャークとか聞いたことある。ジャーク。ジャーク。おー。聞いたことない。ないです。Stop it, you jerk とかですね。Stop it, you jerk。はい。俺だったら、すぐ使えるもん、明日から。おー、オッケーです。覚えました。Stop it。まあ、それはいいですけど、僕は大学を聞きたいんですよ。あ、じゃあ、そうね。やめろ、お前。そのレパートリー。10個ぐらいいらない。もう1個でいいのよ、やめろ、お前は。Stop it, stop it。ちょっとみんな聞きたいから。やめろ、お前、そんな。10個もいらんのよ。あ、まあ、あと、あいつ。どうも、ビーヤマですけど。はい。あ、はいはいはい。あれ、なんていうかって。はい、ビーヤマ。はい、ビーヤマだと、ビーヤマさんに対して挨拶しちゃってる。ああ、そういうこと？世界のビーヤマさん。I'm ビーヤマって言いますか？あ、そうそう、そういうことね。I'm フーミン。そう、そうそうです。Hello, I'm っていう風に言えばいいんですけど、ちょっとディープルさんに入れてみたんですよ。どうもビーヤマですって。なんて出てきたかっていうとですね、Hello, I'm 小山って出てきた。いやいや、ビーヤマです。なんでビーヤマが小山になっちゃった。いや、小山じゃないです。ディープルどうして富山に変化されてるのかちょっと。ディープルさん、おもろいです。フーミンは？まあもちろんフーミンですね。Hello, I'm フーミン。で、We are Wakat TV って言うんですか？そうそうそう。いいですね。楽しそう、楽しそう。一回やってみる？一回やってみましょう。はい。I'm ビーヤマ。I'm なんかヘロ。オッケーヘロ。行きます。ヘロ、ビーヤマ。I'm フーミン。We are Wakat TV。いいじゃないですか。ちょっとなんか、英語だとテンション上がるね。おー、いいですね。世界進出ももしかしたら近いかもしれない。じゃあちょっとやっぱ学歴聞きたいんですよ、ちょっと。はい、学歴聞かせてください。時にね。気になることいいですか、質問。今までは、What University did you graduate from? っていうのを聞いてました。これは英文的にあった。英文的にはあってますよ。よかったよかった。ただですね、いい言い方がですね、あるんですよ。あら、そうなんだね。ちゃんとネイティブのね。難しいかもしれないんですけど、Where did you go to university? っていうのが、これがありますね。あなたはどこの大学行ってたんですかそう、だ日本語的にはうまくいかないんですよ、これ。はいはい。で、アメリカで一番使うのは、Where did you go to college? っていう。あ、Where did you?College. え、College って、なんか、ユニバーシーって総合大学ですよね。そうです。College 単科大学とかじゃないですか。正確に言うと、大学院とかが入ってるのがユニバーシティですね。はいはいはい。でも、そんなの気にしてないので、日常生活。College で言われてる。だから、College が一番よく使われる。この表現では。Where did you go to college? っていう、文系取ったらおかしくねって思っちゃうんですけど、これがよく使われる。Where did you go to college? じゃあ、ちょっと聞いてみてよ、じゃあ。Where did you go to college?I graduated Waseda University. From がね。ああ、やばい。フロムって、I graduated from Waseda University. これで OK。OK。まあ、普通に、あとは Waseda って答えるとか。あ、Waseda でもいいですね。って答えればもうそれで。I'm Waseda University. まあ、それ違う。違うね。それ違う。え、覚えた？覚えました。Where did you go to college? Waseda.おー。なるほど、これ出てくるんだ。そう。で、まだ今もう通ってるんだったら、do you に変えればいいですね。Where do you go to college? ああ、今のね。Where do you go to college? ああ、なるほど、なるほど。これで言えばいいですぐ使える。これは、多分習わないと思う。普通に。確かにね。単語はめちゃめちゃ簡単じゃないですか。はいはいはい。でも習わないと思う。はいはいはい。そういう形やると、簡単ですね。まあもちろん、What is your university? とか、What was your university? でも言えるんですけど、ちょっとネイティブっぽい表現。なるほど。じゃあ向こうの人も、本当に京都ユニバーシティの方なんやなっていうふうに、やっぱ英語力で感じてもらえるってことですね。京都大学を知ってたら、そうなんですよ。それで、京大知らないときに、高学歴ですって言いたいって言って、私は高学歴ですって言ったらいいですか？そう、2番目の大学です。ああ、もちろん、The second best university in Japan。The second best university in Japan。私は高学歴ですなんて言ったらいいですか？まあ、いっぱいありますね、その言い方だったら。I am smart!おー、賢いってことですね。いや、まあまあ、それもう、まんまやん、なんかもう。Prestigious University とかね。ああ、Prestigious。はぁ。いい大学行きました。はいはい。ぐらい受験証受けましたとかっていうのあんまり自分から言うことはないまあまあ、そうですね。まあまあまあ、言ってきましょうよ、そこは。こいつが使うんだね、ちょっとね。I graduated from 京都 University, which is the second best university in Japan. はい。
もうみんなそれで、うーってなります。なるほど、なるほど。いや、卒業しないよ、お前。卒業しないよ、お前。そうだ。アズスマートアズ、ケンブリッジユニバーシティ。いや、嘘や、それ。It's fake! あとは、さて。It's fake って何をフェイクしちゃうか。It's a lie. It's a lie. It's a lie. で、まあ、学歴とかっていうのは、アカデミックバックグラウンドとかですね。アカデミックバックグラウンドね。What's your academic background? ああ、そうですね。高学歴やったら、ハイエデュケーションって出てきますか、はい、ハイエデュケーション、ローエデュケーションで。はい、ハイエデュケーション。はい、ローエデュケーション。そう、森先生、で、その、はい、聞いた後に、なんか、どのぐらいのレベルの大学かわかんないんですよ。うん、そうです、はい。そのレベルを聞き方もちょっと知りたいです。例えばね、アラバマ大学とかだった時に、マハラジャ大学とかね。そう、それって、どれぐらいのランキングなので、その、あなたの国何番目に賢いのみたいな話したいです。カタカナ英語で言ってもらカタカナ英語でいいんですか、はい、聞き取れないですよ。あなたの国で何番目とか、ね。国は何番目とか。インドで何番目とか。聞く状況がまずないですよ。何番目とか。いや、大事でしょ。大事、大事。学歴中で重要だよ。めちゃめちゃ大事。序列で生きてるからな。序列で。偏差値の奴隷ですから。What's the rank? What's the rank? In your country. Your country. そうですね。What's the rank? まあでも聞いたことないですよね。まあそうですね。いや、聞く人はいないですけど、こいつしか聞かない。あなたの大学はその国何番目ですかとか、日常会話一回も使ってない。留学行ったらいっぱい聞くんじゃん。いや、聞かねえよ。わからへん、わからへん。どんな妄想だよ。スタンフォード何番目、オックスフォード何番目、やめて、なんか日本人の悪い例になるから。そもそも入試のシステム自体が違うので、はい、まあまあ、そもそも合格するっていうのすら違うと思うんですよ。よく、エントランスエグザミネーションっていう言葉を使うじゃないですか。はいはい、入試。はいはいはい。I passed.Entrance examination、はいはい、I want to pass the entrance examination、はい、of Tokyo University とかですね、はい、言ったりするんですけど、はい、そういう表現は使わないんで、ああなるほど、そもそも海外確かに、そもそも試験に合格したって言わないんで、大学に入るときに何て言うでしょう、はい、エンター、そうなっちゃうんですけど、そういう風に言わないので I get Harvard、手に入れた。手に入れた。オーナー。ハーバードのオーナー。よく使うのはですね、be accepted とかですね。あ、受け入れられたんですよ。とか、はい、あと、めちゃめちゃ、ちょっとね、低学歴がね、川口湖を見せたいですね、あとでね。ちょ、それ、いい景色なんですよ。皆さんに音できないのかね、申し訳ない。What is the rank? いや、やめろ、お前。あ、やだ、ちょっと、stop it! そういう、be accepted to どこどこ。はいっていう風に言ったりとか、be accepted、so be admitted、admitted、認められた、okay、まあ確かに日本語でもね、京都大学に認められた男、これ気持ちいいですこれは、いやいやお前ちょっと語弊あるけどな、京都大学認めないよ、とりあえず学生になること認めない、accepted、そうそう、accepted、受け入れられた、入学許可されたっていうので使うんで、こういう表現もね、結構知らないんですよね、ああ確かにね、なるほど、難しいですね、あと偏差値とか通じないんでね、偏差値がないんで、ないんですね、存在しないものなので、この世界が偏差値社会やと思ってたけどね。どういうことだお前それ。お前の世界だけだよそれは。グローバルなものじゃないの偏差値。グローバルなものじゃないですよ。だからディビエーションバリューっていうのがあるんですけど、はい、通じないですね。A high deviation value of 70とかね、70の高偏差値とかっていうのはあるんですけど、はい、通じないんですよね、はい。それが使えないじゃないですか。偏差値いくつですかって言ったところで。はい、じゃあ、まあ我々そしたら世界進出した時に、はい、偏差値っていうちょっと造語作りますよ。和製英語。はい。あ、最後作りますわ。すき焼きみたいな感じで。カラオケみたいな。偏差値。偏差値で。そう。I'm 70みたいな。気持ちいい気持ちいい。70ね。70。70ね。17。17歳。17歳。ちょ、偏差値低く。最後でやっぱちょっと、エプランやないか。あ、それ、それ欲しいな。欲しいでしょ。はい。インドカレー大学とかやってね。やめろ、お前。やっぱエフランやないかを訳させても全然ダメだったんですよ、ディープルで。ああ、ダメか。そうなんですよ。もうやめろ、お前ですら、の、ペイユーって出てくる。ちょっとおもろいっすよ。ペイユーって。それはそれでありっすね。なんだけど、You are an effort って出ちゃったんですね。You are effort っていうのは、って意味なんで、放送禁止用語が出てちゃって。まあ、エフラってやっぱ、レベル。やめろ、お前。F ランが放送禁止用語みたいな。あなたれ、もうやめて。そんなになっちゃったんで、もちろん F ランクとかでね、はい、言えば、状況ではわかると思うんですよ。F レベルとか、F ランクとユニバーシティっていうのは通じるとは思うんですけど、はい、やっぱわかんないと思うんで、はい、調べたらですね、はい、知ってる人と知らない人分かれたんです。ミッキーマウスユニバーシティっていう
あ、フランク大学のこと、ミッキーマウスユニバーシティ。いいね。そんな、怖い怖い。地味に溢れてます、ね、頭の中お花畑ってことで。いや、そういうことね。通じるのと通じないので、出てきましたね。まあ、人によっては知ってる、人によってはいや聞いたことない。え、じゃあ、なんて言うんですか ?You are Mickey Mouse University。You go to, you went to. You are, you went to. っていうふうに言ったりとか、はい、It's とかあるんですね。はい、It's Mickey Mouse University。はい、It's one of the Mickey Mouse Universities とかね。はい、一応一連の流れ大学どこ聞いて、それを答えるから言ってもらえない。確かに確かに。はい、あ、じゃあ F1 大学むしろ答えてもらっていいですか、東京平成とか。ああ、すごい。やめろ。僕はなんか、ブラジルサンバ大学言ってて、俺がそう、こう聞いてて俺がやめろ。はい、はい、はい。はい、あ、じゃあ外国人。Oh, hello. Hello. What?Where did you go to? Hello? Hi. Where did you go to college? Digital Hollywood University. Wow! It's Mickey Mouse University! Wow! Stop it! Stop it! You jack! Ha! Goodbye! Bye! See you next time! よし、これで世界史できるわ。ありがとうな、森哲。頑張って。さすが東大院卒。やっぱ知っとるな。そこで頑張っていこうか。頑張っていくわ。オッケー。まあ、本当はいろいろあるんですけどね。ローウェストランクとか。ああ、いいですね。Worst Ranked University とか。もっと知りたい。はい、そういうのも使えるんで、ぜひ、今後で分かった TV 世界史について期待してください。はい、ご視聴ありがとうございました。